妥協しない。だから熱い。キャビンスピリット。キャビンにハードボックス新登場。暑くうだるような夏の日、サーキットに赤い稲妻が走る。松本慶喜、森本昭夫、今キャビンレーシングの新たなる挑戦が始まった。F3000 第7戦 RRC 富士、マシントラブルのため午前中の予選を満足に走ることのできなかった森本は午後の予選に望みをつないだ。しかし予選開始前、コースは突然の雨に見舞われた。気分的に走りたいんだったらレーン剥がして、で自分でレーンで確かめて、で行けんやったらまた3分、そんなんでトライしたって、けどそれで一生懸命走ったってタイム届かへんやから、だからそれはもう自分のフィーリングとこうコース見るだけのタイヤなんや。午前中のタイムを短縮するのは不可能と、多くのドライバーが走行を取りやめている。しかし予選をクリアしていない森本は悪コンディションの中を走らなければならない。松本をはじめキャビンレーシングの見守る中、森本は一人雨のコースに果敢に挑んでいく。8月9日決勝の日、前日の雨が上がり真夏の日差しがコースを照りつける。3番手でスタートした松本は絶好のスタートを切り2位に躍り出る。トップグループの松本を追うように最後尾からスタートした森本が素晴らしい追い上げを見せる。1周目8台を抜き去り、2周目には2台、5周目にはさらに3台、次々にマシンをラップし、6周目に早くも6番手に浮上、上位グループを捉える。そして4番手の関谷をかわそうと1コーナーで勝負に出る。観客を沸かせた森本の F3000 デビュー戦だったが、15台ベテランドライバーたちのマシンを抜き去ったところでスピン。しかしその若さあふれた大胆な走りは次に向けて大きなステップとなった。そして好スタートで一時はトップをキープした松本だが、トラブルに見舞われ無念のリタイア。しかし両者確かな手応えをつかんだ夏の日の戦いとなった。松本慶喜、森本昭夫、明日に向かって走る。ウェブキャビンレーシング。